わー、雨でですね、雨。はい、どうも、プーヤンです。ですね、今日はね、ちょっと SL レトロ水上に乗ってみたいと思います。これね、本当はね、発車の風景を撮りたかったんですけれども、ちょっとね、雨がひどすぎて、乗車することにしました。乗車の風景をお楽しみください。結構この石炭を焼く匂いがしますね。いい顔ですね、非常に。こんな感じですね。自動ドアになっててですね、ここはこっち側から見てると自動で閉まるんでしょうね、おそらくね。旧型客車ならではのこのね、照明ね。昔はね、これね、開けっぱなしで走ってたりしたんですけどね、こういうドアもね。これがさて、どのような感じで閉まるんでしょうか。これ初めて見るんですけどね。SL レトロ水上号の高崎行き、ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドア閉まります。おお自動で閉まったすごいすごいこれすごいな。これ、やっぱここでしょうね、このつなぎ目、つなぎ目ですよね、やっぱり。あ、このかすかにつなぎ目からですね、下が見える、見える、見えますね。これいいな。さて、さっき私がちょっと撮り鉄をしようとしてた位置はどうでしょうか。あ、やっぱり、やっぱこれ正解だったな、乗って正解だった。お疲れ様です。あ、この辺の、あ、さっきのおじさんがいらっしゃいます。帰りますっ ってですね、挨拶して帰ってきたんですよね。いい写真撮れたかな。さて、これでどうなるの？これで、ね、自動ドアロックが外れるってことかな。いいの？開けちゃおう。開いた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 。これで開けっぱなしにしとくと、これまた自動で閉まるのかな。これ開けるのは自動では開かないんですね。これまた自動で閉まる。
おお、しまった。これ面白いな、これ。ちびっ子たちの元気な声が聞こえますね。バイバイ。おー、ありがとう。蒸気暖房ですね。あの機関車から、蒸気を取ってこの室内にこう送り込んでるわけですね。この蒸気暖房すごい暖かいですね。今ですね、車内でですね、アイス買いました。これね、スジャータ、これです、スジャータ買いました。で、これをですね、今、売り子のお姉さんがですね、ここに置くといいってね、蒸気暖房、この上に置いとくとすぐ溶けそうなんですよ。ちょっとやってみましょう。今4時49分、5分ぐらいでいけるかな。ちょっとでもね、蒸気暖房がね、あんまり熱くないな。溶けないかもしれないな、これもしかしたら。
かれこれ5分が経ったんですが、ちょっと食べてみます。硬そうだな。はい、ということで、お待たせしました、まもなく発車いたします。ったらやってると高崎ついちゃうんでね。あ、でもだいぶカチンカチンではないですね。やっぱここの定規暖房の上に置いといたんで、少し気持ち、本当はね、いつもはね、こうね、刺さらないぐらい硬いんだけど、だいぶ刺さるようになってですね、少し柔らかくなったみたいです。お、まだ115系が止まってますね。湘南から、はい、そんなわけで、高崎駅に到着いたしました。いいですね。 Thank you.